くそ、また負けるとはな。けどな、次は負けないぜ。絶対にお前をあっと言わせてやる。将棋相手ならまだまだアスマに負ける気はしねえな。この野郎、嫌がる。でも今日は珍しい手を打ってきたっすね。棒銀のことか。敵陣突破の先兵、ああいう指し方嫌いじゃなかったっすか。上手相手に玉を守るためには犠牲もやむなしってやつだ。なんかあったんすか。別に何もないよ。ただ今頃になって玉の大切さが分かってきたのさ。そりゃ玉が取られたら終わりっすからね、将棋は。もし木の葉の忍びを将棋の駒に例えるなら、玉が誰だかお前にはわかるか。そりゃほかげだろ。俺もこの前までそう思ってた。じゃ誰なんすか。お前も時が来りゃわかる。さてと、そろそろ俺は行くわ。なんか用があるんすか。ああ、カカシのやつから野暮用を受けててな。ちょっと演習場まで行ってくる。そんじゃない。よう、待たせたな。おう、来てくれたか。悪いね、わざわざ。あれ、なんでアスマ先生がここに来んの。アスマはお前と同じ風の性質の持ち主でね。え、アスマ先生も風の性質持ってんの。おいおい、そりゃこっちのセリフだ。まさかお前が俺と同じだと。うん、そうか、そうだったのか。じゃあさ。ああ、だいたい言いたいことはわかる。どうせコツとかそういうのだろ。そう、その通り。しかしコツといってもな、気にかけることはすごく単純だ。チャクラを2つに分割して互いにすり合わせる。そして薄く研ぐような感じで練り込む。薄く研ぐような感じか。ま、お前の場合ちょっと実践交えて教えてやった方が身につきやすいかな。さっき教えたことを反芻しながら攻撃してきてみろ。よし。Muy buenas youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traigo otro video de Naruto. Como podéis ver, el protagonista de este Let's Play es Asuma. Y por desgracia, como podréis ver en la descripción, nos tendremos que despedir de él. Porque, bueno, los que hayáis visto Shippuden ya lo sabréis. O los que hayáis jugado a juego también lo sabréis. Pasa algo con él que al final de este video lo veréis. Y bueno...Como podéis ver, Naruto sigue practicando con su chakra, que es viento, lo descubrimos en el vídeo anterior. Y tiene que dominarlo. Y bueno, en la serie... Lo que decía, en la serie a Asuma se lo enseña de algunos, con algunos métodos. Y en este juego pues se lo enseñamos con lo típico, con un combate. Bueno...Como podréis estar viendo en mi canal, estoy subiendo ahora mismo Jack y Daxter, Shadow of the Colossus y Naruto. Tranquilos que cada día iré variando. No os voy a dejar con muchas ganas de más. Y bueno, espero que lo disfrutéis. ¡Yeah! Magari nari ni mo wakatte kiteru janai ka. Sore de ii. Ima no kanji de yatte ikeba...風の性質変化が身についていく。そっか、そっか。助かったよ、アスマ。ナルトもしっかり成長してるじゃないか。ああ、どんどん強くなっていくよ。そろそろ新しい時代ってことか。どうした？いや。それじゃあそろそろ俺は行くわ。今度
礼も兼ねて。ああ、期待しないで待ってるよ。アスマ。くれないか。どうしたの？何か考え事？いや、そんなもんじゃねえんだが。そう、あのナルトがね。ナルトだけじゃない、シカマルたちも、そしてキバたちも、あいつらしっかり成長してきてやがる。世代交代ってとこかしら。そうだな、まだ足りないところもあるが、それはいずれ身につく。それにしては少し寂しそうじゃない。頼もしくもあり、少し寂しくもあるって感じ。そうかもな。こんなとこにいたんすね。鹿丸くん、どうした？五代目から召集命令があったっす。今すぐ屋敷まで来いって。召集？いや、俺も詳しい話は聞いてなくて。わかった、すぐに行く。じゃあ。アスマ。なに、そこまで心配することじゃないさ。お待たせしました。うん。一体どう？火の国に暁を出現した。ま、どうやら陣中力を捜索しながら徐々に木の葉へと近づいているってことは。ああ、十中八九ナルトだろう。それで我々は？遭遇予測地点はすでに鹿丸に教えてある。お前たちは現場に向かい、そこで奴らを奇襲、その後拘束を試みる。もしそれができぬ場合は奴らの殲滅を許す。了解。アスマ隊長、よろしくお願いします。ああ、よし、これからすぐに遭遇予測地点に向かうぞ。鹿丸、案内を頼む。了解っす。くれない、どうした？任務に出発。ああ。なんだ。俺を誰だと思っている？それはわかってる。すぐに帰ってくる。え。じゃあな。さあ、行くぞ。あら、アスマ先生たちに鹿丸。よう、珍しいじゃねえか。お前ら二人が一緒にいるってのは。ちょっといろいろあってね。アスマ先生たちはこれ。ああ、お前たちはこれからナルトに会いに行くとこ。なるほどな。じゃあついでに修行頑張っ。はい。そんじゃあな。皆さんも頑張ってくださいね。おう。あ、さて、それじゃあ私たち。うん。やってるやってる。お、さくらちゃんとサイじゃねえか。ああ、もしかして俺の応援に来てくれたの？違うわよ。カカシ先生とヤマト隊長に任務の終了報告に来たの。うまくやってるみたいじゃないか。まあなんとか、サイが頑張ってくれてます。いや、そんなことないよ。で、あんたの方はどうなのよ。ちゃんとし性質変化ってのがだんだんつかめてきたってばよ。へえ、ちゃんと進歩はしてるわけだ。この調子で頑張ってって。そうそう、さっきアスマ先生たちと会ってね、あんたに頑張れって言ってたわよ。ああ、アスマ先生には世話になったからな。アスマは任務か何かが？はい、任務を受けてるようで、これから目的地に向かうところでした。ま、アスマが帰ってきたら改めて礼を言っておくといいな。だな。ちょうどいい、少し休憩を取るか。ナルト、サクラたちとラーメンでも食べてこい。払いはま、俺でつけといていいから。お、ってことはおごりだな、ラッキー。それじゃあ、カカシ先生、ヤマト隊長、私たちはこれで。引き続き任務を頼むよ、二人とも。こんにちは、紅先生。え、
何でも。なんか顔色が優れないみたいですけど。紅先生？うん、大丈夫よ。そうよね、アスマ。ん？なあ、書くぜよ。火の国に入ってどれぐらいになるよ。お前についていくのはいいんだけどよ、全く人中力が見つけらんねえじゃねえか。うるさい、お前は黙ってついてくればいいだけだ。ひってえな、おい。何にしてもそろそろ暴れたいぜ。邪神様も待ちくたびれるだろうからな。人中力を見つけたら存分に暴れるがいい。ま、そりゃそうなんだけど。奇襲成功だな。あそこまで綺麗にはまってくれるとは、仕掛けた甲斐があったぜ。あ、ちょちょちょ、なんだなんだ、いきなりな。直撃とは情けないな、ヒダ。おい、書くぜ。避ける暇があるなら、俺にもトラップのこと教えろ。常に気を張ってないからそうなる。なんだ、どういうことだ。なぜあれを受けて平気なんだ。お前らか、さっきやったの。めっちゃくちゃ熱かった上に服までボロボロにしやがって。その期待やって。お前たちはこの話。俺たちは暁であるお前たちを拘束、または殲滅させるよう命を。殲滅だ。おいおい、聞いたかよ、カゲス。俺身の程知らずのようだな。身の程知らずかどうかはやってみるまでわからないんじゃないか。カゲス、こいつらは俺がやる。好きにしろ。邪神様の煮えとしちゃ小物だが、ま、ないよりはマシだろう。あまり相手を舐めすぎる。そ、だから、それを俺に言うかよ、アスマ。はあ、鹿丸は俺のフォローだ。出雲と虎徹はもう一人から目を離すな。はい。しおりの苦しい痛みってやつは。俺たちを舐めるなよ。Idan, este tío está más loco que yo que sé. Por desgracia, es muy peligroso. Este tío en el juego, sus movimientos principales se basan en utilizar la guadaña esa que tiene, una guadaña de tres hojas. Pero...En la serie es bastante más peligroso porque... ¿Estáis escuchando todo el rato que dice el dios Yashin ese o sacrificios para Yashin? Ese es un dios suyo al que él le da sacrificios, ¿vale? Él mata y se los da a él, los sacrificios. Por lo tanto, lo peligroso que tiene este tío es que... puede matarte sin darte cuenta, prácticamente. Te mete una maldición y te mata.Ahora lo comprobaréis. ¡Asma! ¡Sin país ser no! ¡Casuta da que da! ¡Nanda, oe! ¡Cso! ¡Nanda, coi! ¡Tengotai wa atta! ¡Nano ni naze taore nai! ¡Omae tachi to ore to ja! ¡Da ga yatsu to te ningen! ¡Kanarazu jakuten ga aru hatsu da!おうおう、まあ、けどな、こっちとらお前とやり合う気はもうねえんだよ。何？すでにてめえは俺の痛みはてめえの痛み、生と死の狭間の快感を教えてやるよ。こいつ何を言って。あいつの痛みはアスマのって。まさか。さあ、
俺と一緒に最高の痛みを味わおうぜ。 やめろ。なんで。アスマ！どうだ、最高だろうが、死の痛みってのはよ。一丁上がりだぜ。ずいぶんと時間がかかったな。いや、思ったよりやるからよ。ちょっと遊んじまった。の野郎。この野郎が。あ、なんだ。お前。いいぜ。邪神様への逃げは多い方がいいからな。お前もすぐに。捕まる。助けに来たわよ。上司。なんだ、造園か。だが、ザ。僕があいつらを引きつけておく間に、イノはアスマ先生を見てあげて。わかった。上司、俺とお前で時間稼ぎだ。時間稼ぎね。もう無駄だと思うけど。あいてめえ。いい目してんじゃねえかよ。その目が絶望で染まるとこを想像するだけでゾク。待て、ヒダン。ここからは俺のやる。あ？なんだよ。お前も戦いたくてうずうずしてきたか？違う。お前一人だと時間がかかりすぎるからだ。さっさと終わらせて陣中力を借りに行くぞ。へいへい。じゃな、サクッとやっちゃいますかね。来るぞ。Pues nada, tampoco es que sea muy inteligente Shikamaru y Choji, porque si se ha cargado a Asuma, no sé qué pretende hacer él. Pero bueno, esto es lo que ocurre.Shikamaru se enfrenta a Idan y a ver qué pasa después. Recemos porque no se cargue a Shikamaru. Y bueno, mientras tanto, vamos a meterle una buena paliza. Mola bastante más el Shikamaru del Storm 2 que el del Storm 1, ¿eh? En Storm 1...Muy lento, pocas técnicas con las sombras, todas físicas, con pequeños cambios con las bombas solo, y aquí no, aquí se lo han currado bastante más. Pero bueno. Vale, bien. Choji ayudando...Y terminemos ahora. ¡Ta que! ¡Muda ni agaku natte! ¡Coitze! ¡Nan nano aitzra! ¡Bokura no kōgeki ga marude kiite nai! ¡Ore tachi no inochi wa mugen! ¡Nan da to!もはやお前たちの敗北は確実。どんだけジタバタしようと、お前らは神に捧げられる見栄だ。もう少し待ってくんねえかな。これからがいいとこなんだ、本当。だから言ってんだろ、もう少しだけだってよ。ヒダン、やめろ。なんだ。またすぐに戻る。覚悟はしておけ。行くぞ、ヒドン。あのクソリーダー、今度呪ってやろうか、ったくや。ヒート女子、それよりもアスマだ。
傷が急所に。これじゃ。イノ、どうだ。これじゃ、もう。イノ。もう、いい。もう俺は、ここまでだ。それぐらいは、お前たちも、わかった。すまん。最後に、お前たちに言っておきたいことが。アスマ先生、喋っちゃダメだよ。チャージ、それにイノも。しかまる？アスマ先生の最後の言葉だ。しっかり聞け。イノ。はい。お前は気が強いが、面倒見のいい子だ。長寿も鹿丸も不器用だからな。こいつらのこと。はい。それから、さくらには負けんなよ。忍術も恋もな。はい。長寿、お前は仲間思いの優しい男だ。だからこそ、誰よりも強い忍びになる。うん。それと、少しダイエットしないとな。無理かもしれないけど、頑張ってみる。そして、しかもある。お前は頭も切れるし、忍びとしてのセンスも。木陰にもなれる器だ。まあ、めんどくさがり屋のお前は嫌がるだろうが。そういや、玉のあの話、あれが誰だか教えてやる。耳を貸せ。あんた、だから。あとは、頼んだぞ。しかも、正直、いいの。お前たちに。よかった。くれない。ありがとう。まだ教えてもらいたいことがあったってのに、最後まで勝手なんだよ。最後まで。とりあえずここまでだね。だいぶ身につけてきたじゃないか。もう少しだってばよ。まさかあのナルトがこれほど早くものにするとは。よし、ここで一度休憩を入れる。おっす。その後俺と手合わせをしよう。お前の力を見てやるよ。準備ができたら行ってくれ。了解。Pues hasta aquí el vídeo de hoy, youtuberos. Pobre Asuma ha muerto.
Y bueno, a ver qué ocurre de aquí en adelante. Espero que os haya gustado este Let's Play. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.